はい竹内ですこんにちは、こんばんはということで、昨日はいつものノーマルの方ですね、えー、調教とかクッション地とか。 そちらをメインとしたスプリンターズ・ステークス対策号をアップしましたが、今回はですね、ブックレーティング対策、最近毎週のようにアップしていますが、こちらをお届けしたいと思います。過去の高層場と今回の出走場を比較する用途として使いやすい競馬ブックレーティングを元にした対策動画となっております。あと、それを使っているですね、僕のシリーズ化されている本ですね、ミリオナラバー建こちらもちょっと使いながら、過去にどういう構想をしていたんだろうと。 えどれぐらいの数値があった馬が良かったのかなみたいなそういうところを、ね、ご紹介していきたいと思いますまずは前走 G1 組ですねそのレーティングなんですがレーティング70以上前走 G1 を走っていて今走スプリンターズステークスの時点で70以上の、ね、高いレーティングがあった馬は、えー、過去に8とそして2114という結果になっていますこれ2008年以降ですねかなり長い期間を取っております 69から69.9。まあ69台となりますが、こちらね、2着は2と言います。まあちょっと頼りない数字にはなっていますが、マットクールが該当しているんですけど、このマットクールね、数値は69台の真ん中あたりにはなっているんですが、前走が香港なんでね、ちょっとやや例外的にはなります。おそらく高松の宮記念から、 直行だったと仮定したら70以上の数値になっていたかなと思うんですけどね。はい。なので、まあ、あまり気にしなくていいかなとは思います。次に、かなり重要になってくるセントールステークス組ですが、えー、前走セントールステークスを走って、今回スプリンターズステークス。やはりレーティング70以上ある馬の成績がいいですね。9頭いて、えー、2勝2着4頭ですか。 外当はございませんでした。はい。ただ、69から69.9、13おいて2勝2着1回。ここにはね、東進マカオとママコチャが入っています。で、この2頭とも69代の半ばあたりの数値にはなっているので、今年の高松の宮記念を走ったビクターザ・ウィナー。これはね、あの、1回走ってるんでレーティング出てるんですけど、 あの、競馬ブックのレーティングもね、同じぐらいの数値ですね。なんで、マットクール、闘神マカオ、ママコチャ、ビクター・ザ・ビナは、みんな本当に、もう、僅差で同じぐらいの数値になっているというところになってますかね。はい。 次に前走 G3 組ですね、これ、広く分けると基準がはっきりということで、あんまり、ね、細かく分けてもいい感じではないんですけど、広く分けるとというところで、レーティング66以上ある馬ですね、まあ、79頭中、えー、6勝2着6回、3着6回。 か6並んでてちょっとね、ややこしいですけどね。はい。66.0以上は666の結果になってます。該当しているのは、里のレーブ、名村クレア、エイシンスポーター、森のドリーム、ウィングレイテストなんですが、ここに入れなかった。はい。40頭過去に走って、1着0、2着1ですね。連帯は1頭しかいないところに大番ーー振る舞いが入ってしまいました。で、この中で、 今名前が挙がった中から2頭なんですけど、ここがね、結構特殊なんですよ。特殊というか、比較するのはすごく面白くて、まずナムラクレアに関しては、これまでの実績がすごくあると。で、なので、やはり前走負けてもね、レーティング70超えたままなんですよね。昨年のスプリンターズステークスよりは若干、ほんとビビたる減少はしているんですけど、70超えているんです。 一方の里の霊ブスプリンターズステークスで前走 G3 を走った馬の中でコンソレーティング70を超えている馬っていうのはまあ相当少ないんですが、そこに里のーブは該当してるんですね。で、その中でも過去に G1、特に高松の宮記念を走っていないのに、レーティングが70を超えていると。前走 G3 組で。これね、あの、多分見落としないと思うんですが、 スリープレスナイト以来なんですよね。僕大好きだった馬なんですけど、2009年のスプリンターズステークスで2着だったスリープレスナイト以来の、あの、でかいとこ走ってレーティングぐわって上がってないのに、あの、レーティング70を超えているというケース。これにね、里のレーが該当しているっていうのはすごく面白いですね。特に僕みたいにあの、レーティング好きな人からするとなんか、うん。 スリープレスナイト以来っていうことになるとね、ちょっとドキドキしますね。さて、まだまだ続きます。えー、高松の宮記念を構想した馬ということで、同年度の高松の宮記念で3着以内だった馬のスプリンターズステークスでのレーティング別成績。こちらね、えー、72.0以上あった馬っていうのは4等位で参照してるんですよ。これは今回該当馬いませんでしたが、やはりもう、 ね、高松の宮記念で構想している馬で、レーティング72以上っていう馬、まあ、もうめちゃくちゃ高い数値を持っている、やはりこれはもう盤石なんだなということが今回分かりました、改めて確認して分かりました、うん、来年以降ね、チェック、またしていきたいと思います。次にですね、レーティングが70から71.9、まあ、70は超えているけど、72まではいかなかった馬なんですが、えー、12頭いて1着1頭、2着4頭、3着2頭、馬券が5ということで、まあ、半数以上が馬券内に来ている。 ここちらにには、ね、名村クレアがししっかりり該当していいるということうなりま,すまあこれで見るとまた勝てないのかなっていう感じにはなりますけどねまた23着でね惜しかったねっていういつ勝てるんだろうねっていう感じにはなんかなりそうですけどね、うん、次に前年度から構走した馬ですね連続構走している馬の共通点っていうところをね 探っていったんですが、えーまあ、昨年のスプリンターズステークス、まあ、昨年って言い方変ですね前年度スプリンターズステークスで1着から3着になっていて翌年もね高走した馬というところなんですがまずロードカナロアですね、えー、2012年レーティング69.4で1着となっておりましたが翌年がもう73.5というね、まあ、素晴らしく高い数値ここで連勝ですね、まあ、連覇。 することになりました。うん。大幅にレーティングが上がっています。次に、レッドファルクス。これがですね、まずはどこから振り返ったらというところなんですけど、まあ一応この画面に書いてあるところの話だけで言うと、2016年、レーティング69.2で1着、翌年に72.5で1着と連勝しています。はい。ただ、その翌年ですね。 その翌年の2018年はレーティングを70.3まで落として10着という結果になっていますので、やはりレーティングが増加したところで、まあ、あの、構想しているというところですね。次にストレートガール。えー、こちらがですね、レーティングが68.5。はい、68.5という数値で2着になっていますね。2014年ですね。 で、ビビタのものですが、翌年、レーティングが上がって68.9になって一着となりました。カレンちゃんに関しては、えー、っと、2000、これは、2020、あ、違う違う、そんなバカな。<laughs> すいません。2011年ですね。2011年にレーティング69.0で一着、翌年、70.6まで開けて連続コースをまた二着という結果になっていますし、 ダノンスマッシュに関しては、2019年、レーティング71.1、3着ですね。で、翌年2020年に、レーティング71.6、こちらでも2着。まあ、その翌年ね、2021年も上がったんですけど、まあ、そこは負けてしまっていますが。はい。あと、近車差の奇跡に関してもですね、これはあの、ま、1年空くというか、翌年は奔走したんですが、69.2で2着、翌年67.7に下がってるんですよね。 うん、で、人気だったんですけど、12着になっていて、で、そして、えー、2010年、はい、2010年に71.5の数値で3着という感じですから、まあ、割と増加していることが求められるのかなというところですね、あと、まあ、大きく増加しているというところも、一つ信頼の目安にはなりそうだなと。 で、それを今回の馬で探していくと、前年度から連続構想したという条件なので、まあ前年度のスプリンターズステークスで構想していて、今回も出てくる馬というところに限定されますが、まずママコチャですね。はい。ママコチャね、昨年数値低いんですよね。66.7。うん。 で、勝ってます。で、今年は 69. 点ペケ。まあ、ああの、はっきり数値書くとね、あのいけないので、えー、権利侵害になっちゃうのでというふうにあの、冒頭でちょっと説明し忘れましたね。はい。なんで、ま、こういうふうにして,しておきますが、えー、上げ下げはアップとなっております。そして、マッドクール。えー、こちらね、ママコチャが1着で、マッドクールが、 え、二着だったわけなんですが、これがね、66.5で低めだったんですよね。で、これで 69. ペケまで上がってます。まあ、二頭とも3.0くらい上がってるんで、かなり大幅なアップですね。で、ナムラクリアに関してはちょっと下がりましたという感じです。はい。で、ママコちャマットクールは大幅にね、え、レーティング増加しているので、そういった点でも楽しみですね。昨年よりもあの、実績積んで、 え能力アップして、えー、頑張ってここまでたどり着いたとそんなような見方ができます次にミリオンダラバ剣術的な傾向ということで前走 R レベル高欲し判定のね最も高いとこの G1G2 で1着から3着だった馬これがまあスプリンターズステークス15頭過去にね該当して4勝2着3頭ということでかなり成績が良くなっているんですけれど これがですね、今回どれぐらいいるのかなと思ったんですが、まあ、いないんですね、基本的には。で前走香港だったので、R レベル判定がなかったマットクール、これはまあ2走前を参考にするしかなくなるんですけど、高松の宮記念がありますので。 マットクール1等だけなんですよね、該当しているのが。はい。ママコチャとかがね、あの、セントルステークスに関して、ここが、あの、R レベルが、こう星じゃなくて、こうプラスだったので、その1個下だったので、該当しないっていう感じになりました。なので、マットクールはこれ、かなり、あの、いいところにね、該当したことになるんですけど、 もう一個ね、前走休み明けのレースで R レベル高プラス高マイナス、まあ高いところの重賞に出てきて連帯した馬。これがね、スプリンターズステークスの構想が多いということで、12頭該当して4勝2着2頭という感じですね。なんで先ほどのマットクールが該当したとことこっちで8頭、8馬が出てるので、かなりまあ偏ってるんですけど、今回それに該当しているのが東進マーカオ、ママコオー大ン振る舞いということになりますので、まあ、えー、そうですね。 前奏セントールステークスの一着、東進マカオ、二着のママコチャ。そして、えー、金ランドカップですね。これが、あるレベル、候補守判定だったので、そこに該当しているのが、えー、大ン振る舞いですかね。休み明けというところで該当している。まあ、そこを勝っているのが、里の霊部であり、シ進スポッターでありというところにはなるんですけれども、はい。まあ、その辺まで見ると、結構ね、意外と絞られてくるというか、 まあパッとね出馬表を見た限りではどの馬が勝っても違和感がないメンバーだなというようには思っていたんですけどこのようにして名前を挙げていくとやはりあのベーシックな狙い目というかスプリンターズ・ステークスで構想してますよねっていう馬に該当してくるのがやっぱり名村クレアマトくるママコチャの3頭ここが目立ちますねで対策動画の方でも機昨日アップしたまあこの3頭はかなりあの調教で見なきゃいけないところもありますけど クッション値の部分であったりとかね、そういうところで非常に注目した3頭なので、これがまあそのままレーティングの方でも該当すると。で、これを勢いがあって、例外的なね、まあ先ほども紹介しましたけど、スリープレスナイト以来の里のレーが任すのか、あとまあ海外は2と言います。これらがね、すごい強さを見せて任してくるのか、日本馬を。あとは、 まあ連続同着順の鬼、東進マカオとかね、あの、東進マカオって連勝2回、はい、1着1着、1着1着2回あって、3着3着もあって、6着6着もあってね、まあ、同じ着順が続くことが多い馬なので,で、前走1着なんでというところで、まあ,あの、そこは冗談ですけど、東進マカオも強い馬ですし、あとは、えー、まあ、個人的にはね、一応勝ち馬の多いところにも該当した、遠心スポッターですね、この一発にもなんか期待はしてるんですけどね。 はい。この馬もね、すごくあのー、いいポイントがあって、昨日の動画でも、ちらっとね、触れたかとは思うんですけど、この馬もね、やっぱ気になりますね。展開次第、まあ、後方から行く馬なんですけど、それがもう向いてさえしまえばね、はい。向いてさえしまえばもう一戦級の馬と何ら変わらないぐらいの能力を持っていると思いますし、R レベル高星だったね、さっき言ったあのー、里のレーの二着でもありますからね、うん。 佐レイブと衛星スポッターのオッズがはるかに開くようであればかなり面白くなるのかなと美味しくなるのかなと思いますがまあやっぱりでもね 昨日アップした動画との兼ね合いというか、兼ね合いって言い方変ですね。絡みの部分で、やっぱ今紹介した中から追い切りで決めれば当たるような気がしますよね。うん、特に中山の芝の1200メートルと調教の相性っていうのはもうね、昨日の動画でもアップしましたし、この何年間も紹介していますけど、めちゃくちゃはっきりしているんで、構想する馬の調教のラップのパターンとかね。 で、それを出したときに構想している馬がナムラクレアでありマットクールでありママコチャなので、うん。 この馬たちが追い切りでもう理想通りのいつものパターンなんでね、バシッとやってきてくれたら、かなり追い風が吹きますからね。本人たちはそれで構想する馬だし、コースとしても相性がいいしっていうところもあります。あと、まあそういうところを見ているからだと思うんですけど、僕、まあスプリンターズ・ステークスって基本的には馬券の相性すごく良くて、過去10年で言ったらまあ半分は当たっていますしね。えー、レッド・ファルクスの連勝をしているところも、 普通に払い戻しは大きいし、まあ、ピクシーナイトの時が一番ね、うちのチャンネルの視聴者様的には印象に残ってるかもしれませんけど、そう、あそこもビシッと当てさせていただいているので、はい。なので、そうだな、うん。まあ、ピクシーナイトというか、まあ、しばし本命だったんですけどね、あれはね。なんですけど、あの、結構ワイドとかでかい配当を得ることができていますし、 うん。調教が本当に効いてくるコースなんでね。だから明日ちょっと、明日、明後日の追い切りを見るのが楽しみでもあり、ちょっと不安だったりするんですよね。<laughs> これで名村クレアまっとくるままこちゃがあれっていう調教3頭をかましてくると、一気に、あの、迷子になってしまうというか、僕が。そうなるともう里のレーブ買うしかなくなるのかな。いや、でも人気すんだろうな、とかって思うとね。 もうなんか一気に買うテンションがなくなりますけど、あの3頭が、まあ、バシッとどれかがやってきてくれて、あと2頭がまあ、いつもの基準よりちょい下ぐらいの状況とか、だったらね、すごく買いやすいというか、まあ週末の予想うちはね、あの単勝多展買いに切り替えてますけど、まあちょっと、今週ばかりは単勝の多展買いじゃなくて単勝1点プラス、 なんか3連単2点ぐらいとかね、そういうのをやってもいいかなとすら思えるので、はい、本当に追い切り楽しみでもあり、不安でもありますね。まあそんな追い切り判定の動画はまた水曜日か木曜日アップさせていただきますので、よろしければね、そちらもご覧ください。で、まあそんな感じでね、これまで調教を使って数々のね、高、え、額、ー、配当を当ててきた私ではございますが、 そんな私がですね、書いた6冊目の競馬本、やっと調教の本を書くのかと言われましたが、やっと書きました。え調、ー、教タイムの読み方という本が来月の10月17日にね、発売されます。もうかなりね、たくさん予約いただいておりますが、まだ発売まで時間ありますので、よろしければね、予約の方を1冊ポチンとしておいていただけたら嬉しいです。えー、発売日になった瞬間に、 注文しようとすると案外ね、あのー、届くのが遅くなったりすると思いますので、そういうこと過去にありましたので、よろしければね、予約しておいていただければなと思います。はい、そんな感じでお届けいたしました。で、今週のレーティング対策は、まあ、シリウスステークスはやめとこうかなという感じですね。そんなにね、傾向も出ていないですからね。まあ、あのー、一応ね、ハンデ、ね、ハンデが重い。 例えば58キロ以上の馬であったらレーティングこんぐらいないとしんどいんじゃないかなみたいな傾向とかちょっとあったりするんですけどまあそんながっつり紹介するほどの感じでもうんなかったりしますのでええー、まあちょっとやめておこうかなうん。 サンサイバーがいたら面白かったんですけどね3歳だったらこのぐらいのレーティングがあった方がいいよねとかっていうところからの話から入っていけるので面白かったんですけどサ3歳馬がまあ登録していないので。 まあ今週のね、このシリウスステークスはスルーしようかなと思っております。はい。もしね、あの、楽しみにしてくださっていた方がいたら、申し訳ないなという気持ちなんですけど。はい。その分、あの、追い切り判定動画はね、ちゃんとシリウスステークス、スプリンターズステークスと両方お届けしますし、一応何事もなければ、今週末両方の重症の予想、あとまあ、それぞれ、土曜日と日曜日一本ずつぐらいはね、馬にも時節、はい。先週も的中、先々週も的中しておりますが、 馬にも次節の方がねみんな楽しみだっていう感じになってますからねもう重症予想よりも。 馬にも自説の方がいいじゃないかっていうね話。まあそりゃそうですよね。馬にも自説は自分の中で勝負の度合いが強い中で紹介したい内容があるレースを選んでいるので、まあそれは成績は良くなりますよね。重症に関しては決してね、あの全て自信があってアップしてるんじゃなくて、一応まあ、あの、このチャンネルのね、競馬のチャンネルやってて、あの G1 のね、 予想、まあ、今週するしようかなとか、ちょっとコンテンツ的にもどうかと思うので、あれなんですけど、ただ今週のスプリンターズステークスは本当長調教次第では、もう馬にも時節以上の勝負レースにはなりますからね。はい。なんでまた週末楽しみにしておいていただければなと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。竹内でした。バイバイ。